あの僕なんかねあのど道場棋士の世界ってもう全く僕は分からないんですけども僕から質問なんですけどもすごい昔と変わったなってことあります僕なんかねプロ野球界入って昔はそのとにかく走れ走れだったんですよもう走らされて走らされてもう倒れるまで走っとけということを言われましたけど最近は違うんですよね。こうちゃんと練習して 終わりの最後のトレーニングルームのトレーニングまでが全部管理されてて僕らはトレーニングルームなんか存在しなかったですからとにかく走って技術練習は投げて打って最後走って倒れて終わりというような練習をしてましたけども<ー>その競馬界なんかどうなんですかもうこう技術論が変わってきたとかそういういのあるんです技術論はまあ一緒なんですけどね、まあ、あのやっぱりもうひ個人個人でねこうやっぱトレーナーつけたりとかあ<ー>なんか。 科科学学的的にな、ね、的にななっっててる…すま本当にあの僕らもその、まあ、昔はねあのチームっていうのはトレーナーが1軍に1人 2>,、はい、1> 2軍に1人もう全然マッサージなんか若い子してもらえませんし今はねファ2軍に4人<ー> 1>, 1軍に4人もう人数が違いますのでその辺もね変わってきたし僕もちょっと最近の若い子僕すごくねその最近の若い子って言葉が好きじゃないんですけども。あの しっかりしてる部分ってしっかりしてるんですよねそうですねあの僕らの若い時って僕らって言ったら失礼なんですけ僕もそうなんです僕なんか多分全く同じこと考えてると思います<ー>、はい、もうあの酒飲んで飲みに行ってねもう朝帰ってきて <laughs> もうそういうのしょっちゅうなんですけどねいや僕もそうでし今のこうは本当酒<し>お酒も飲まないしし,しないですよね,すよね遊びにも行かないし、えー、どうですかやめたいと思ったことあります岸を いやー、次何しようかなとは思う,言うのはあります。ただその結局まだやれますしね十分、はい、僕もそうだったんですけども、その新しいことをやる時ってすごい力いるじゃないですか。そうですね。例えばじゃあまあ競馬の騎手の方が大体ね長距離に転身するなんてよく聞きますけど。 きっと大変ですよね調教師になるんだって、はいね、立ち上げて、ね、また信頼を勝ち得て馬を預けていただいてっていう作業なんでしょうからだったら現役やったほのが楽ですよね。楽なんでっ、ね、<laughs> <laughs> ていう僕はそうだったんですよ、僕もこうやって、ね、スーツ着て解説者になる将来になるんだろうなと、えー、指導者になる可能性もあ,ありますしただまた一から勉強しなきゃいけないんで、はい、あの苦しくてもね現役やってるのが一番なんだと思いつつこの50まで頑張りましたけども。 現役やってるのが一番楽ですし自分一人のもなんでねんで人のことあんまり気にせなくていいし僕なんかね、あのーえー、プロ野球界に席を置いてましたんでね、はいまあ、チーム内でも激しい競争があるんですけどもあの馬乗るのってどうやって決めるんですか今はですね、あのー、エージェント制っていう、はあ、エージェントがいるんですか まあ、ついてない子もいるんですけど、うん、もうそういうのがついててでそのエージェントがこう馬を集めてくると。あ集めるんですか、はい、で<ー>それもね今いろいろこう何年も前からもあの問題じゃないんですけど、うん、もうそのエージェントの力もあるんでそのエージェントの人についたらいい馬がるとか。 そういう兼ね合いもあるんでね。なるほど、はいあ。それは知らなかったな。あのじゃあ力の持ってるエージェントが今回のしとかないとああとで怖いことになるよとかそういう感じですね。そういう感じでしょうね。<laughs> で持ち持ってる人もいるんですね。あの三人か三人まで持てるんで機種、はい、をはい、はい、そのエージェントがね、うん。あれ僕も聞きたいんですけど、はい、あの乱闘とかあるんですか。はい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 。乱闘は昔はよくあったじゃないですか。はい。はい これもだから古き良きなのか分かりませんけどそうです、ね、昔はそのバッターにふ踏み込ませるなとあ<ー>だから踏み込まれたたらら負けだだだっっていうか教えだったんですねだからなるべく体の近くにボール投げといて、はい、お起こしておいてあ<ー>目線遠ざけてアウトコースで勝負っていうのが主流だったんですけどあ、うん、今はねあのスマートになりましたねそういうことしなくなったです,です、ね、普通にストライクゾーンに投げて勝負するようになって。<ー>そのランドっていうのは 結局そういうのがちょっと異常にエスカレートして例えばそういうところによく投げますからみんなが、はい、ちょっと危ないものが来て味方の選手がちょっとこうひっくり返ったりねぶつけられたりするとピッチャーとしてやられっぱなしはいかんとそうすると今度、まあ、たまに今度返すわけですね、はい、同じようなところにぶつけるわけじゃないんですけど、はい、同じようにこうひっくり返そうとしたりするのがまた当たったりで、はい、それがだんだんエスカレートすると今度狙い始めるわけですよ。そうするとバッターって 狙われるとわかるそうですね。<ー>もう顔がこっち向いてると。るそれで当てられると怒るわけですね。それで乱闘になんなって。<ー>でもまあ、あのドラゴンズはあのー、ね。某星野選手さんが監督の時は、あのー。<laughs> 乱闘強かったですから。<ー> <laughs> えー、どうでしょう。年に三四回は。乱闘になりましたけど。 だから安心して <laughs> あの乱闘に僕は生まれて初めてというか、まあ、プロ初の先発の日が乱闘だったんですよ、はい、広島の大乱闘になった試合でそれをフラフラこう乱闘はベンチに選手がいたら罰金なんですよ。あみたいです、ね、なん僕も出て、えー、先発ピッチャーで投げてるのにフラフラ入ってったら一番激戦地に入っちゃってほいで捕まれてね。 俺悪くないのにみたいな感じだったんですけど、まあ、殴られはしなかったんですけど目の前でこう殴り合いしてる真っ正面に終わったんですけどねれで後であのピッチングコーチにこっぴどく叱られまして先発ピッチャーあんなとこにいてどうすんだってプロ初先発だったから分かりませんでしたみたいなね感じだったすごいですよ迫力が <laughs> あの大人同士の真剣な喧嘩なんでね <laughs> 僕はですねあのまあドラフト5位で入りましたのでね全然期待もされてませんでしたし、うん え実際プロに入って5年目の給料がその時のルーキーの立浪選手が高卒1年目だったんですけども彼の半分だったんですよだから4歳上の先輩が立浪選手の半分の給料で野球をしたわけですけどもその,その88年にね当時1軍では必要ないからお前今年はアメリカ行ってこいとそういうような扱いだったんですけどもね そのアメリカでいろんなことを覚えまして、えー、それが転機になりましたねそのいい指導していただいたりその球場とかまあ試合をたくさん投げさせてもらって、ねうん、いろいろ覚えたり、うん、あと一番大きかったのはナイターになれましたねそれまでが4試合投げたことあるんですよ、うん、1>, あの1軍で、うん、1> ナイターになるとキャッチャーがちっちゃく見えるんですよね。うん それで平常心で投げれないっていうのがもうパターンだったんですけども、うん、アメリカのフロリダでリーグをやってましたから、うん、あの熱い中ね、うん、あねナイターしかできませんので、うん、ナイターやっていくうちにそのナイターのあれしたっても大きかったですね、うん、それで日本に帰ってきてからやっと勝ち始めてそれまではあの、うん、5年目までは1軍に上がりたいが目標だったのが、うん、日本に帰ってきて勝ち始めてね、うん、今度は勝ちたいに変わり、えー、2桁勝てるように。 二桁勝ちたい、今度タイトルが欲しいって、ね、そういう風にだんだんと上がってきましたね。だから八十八年のアメリカ留学させていただいたまあ島流しに近かったですけども、あれで人生変わりましたね。ま僕の場合、まあ、地方からね、うん、あの JRA に移って、うん、ですごくまあ安藤克美さんが一番最初だったんですけど、はいはい、2> 僕二番目だったんです。うん、地方からで安藤克美さんが地方中央に入られて。 もうすごい活躍だったんですね、うん、1> g, g 1バンバン買って、はいはい、でその後僕が入ったもんで、で、期待っていうのがね、不安の、<laughs> 関係ないんですけど、今考えたら、自分なりにやればいいと思ってたらいいんですけど、うん、まあそれに応えようと思って、うん、すっごくもう、硬くなってね、うん、もう何をするにもあの、地方から行ってる時の方がうまく乗れてたっていうかね、うん、もうおかしくなって。 なんか自分でも分かってたんですけどねまあ、レースになったらこううまくいかなくてっていう感じで、うん、まあそれでもポツンポツンとは勝ってたんですけど、うん、まあやっぱりそれを3年4年目でやっと僕はあの g 1勝ちましてなんかそれでちょっと吹っ切れたかなっていう感じでしたね。